皆さんこんにちは、サムです。 RNG アップデート来まして、約10時間ほど経ちましたが、このイベントやった感じでめちゃめちゃ熱いイベントなので、今回はタイタニックゲットのチャンスがあるということで、やり方を紹介していきたいと思います。はい、そしてワールドに入ると真ん中にでっかい卵があるんですけど、これは無視で大丈夫です。この左上のオートロール、これを1回押すとこんな感じで無限に卵を引いてくれるので、左上のオートロールを押すだけで OK です。で、今回ね、いろんな要素があるので、ヒュージカタイタニックをゲットするために大事なところだけを解説していきたいと思います。でね、このダイスを引いてると、まずこれ引きましょう。今4分の1としましょうか、わかりやすく。で、今回だと800分の1。で、このね、右側の数字、この右側の数字がこの左側にある RNG コインに追加されていきます。もう一回引くと128コインっていう感じで、コインがね、今回大事になってくるんですよ。まずこの左の RNG アップグレード、これはね、まずコインが 5M ぐらい貯まるまでこの辺は触んなくていいです。なので最初は1レベ2レベあたりまでアップグレードしとけば、あとはもうそのまま放置で大丈夫です。で、最初ね、コイン全然たまらないと思うんですよ。こんな感じで引いても、そう、16コインずつとかだと思うんですけど、ちょっとここでね、一つアイテムをお見せしましょう。なんだろうね、これレインボーのダイスがあるんですけど、これをポチッと押して上がレインボーに光りました。これを押すと、あら、こんな感じでね、一重100、1000万、10万、100万、6000万分の1やけど、あら、ちょっと動画撮ってる途中に神引きしちゃいましたけど、ちょっとこれは予想外なんだけど、まあこんな感じでレインボーのダイスを作ることによって、デカペもしくはタイタニックのチャンスがあります。で、今引いたレインボーのダイスが何かっていうと、一番右のこれ、クラフティングで作れるようになってます。で、今引いたのがこのメガラッキーダイスレベル1で、タイタニックチャンスがあるメガラッキーダイスレベル2。今回のイベントはね、このどっちかを作って引くイベントとなってます。で、これを作るにはまずこのゴールデンを作る必要があるので、この一番レベル下のダイスが必要なんですよね、めちゃめちゃ。で、これをゲットするにはこの真ん中のショップ、ここで無限に買えることができます。1分から3分でこれリストックされるので、常にこの画面は見ておいて、補充されたら購入、補充されたら購入をずっと繰り返しましょう。で、まあそれを繰り返してると、アイテムでこんな感じでダイスがね、まあ1000個だったりめちゃめちゃ溜まるので、溜まったらこのまずゴールデンを作りましょう。で、次、一番下のタイタニックチャンスがあるダイスが、メガラッキーダイスが3つ、そしてコインが30万コイン。まあ今回一番下のタイタニックチャンスのあるダイス1個引いてみましょうか。はい、今1個作りました。はい、メガラッキーダイスレベルにありますんで、これをポチッと押すとレインボーに光るんで、あとは引くだけ。はい、こんな感じで今60万分の1出ましたね。で、この60万コインが左に追加されるので、かなりコインはプラスになってきます。なので無課金の方はこのメガラッキーダイスを作るのをまずは目標にしましょう。はい、大事なところだけを解説しようと思ったんですが、長くなっちゃいましたね。最後に何をすればいいのかおさらいしましょう。まずはこの左上のオートロールを押して無限にコインをゲットしましょう。そしてコインが溜まったら真ん中の商人でダイスをソールドアウトになるまで購入しましょう。そしてダイスとコインが溜まったら、この右のクラフティングエリアで E ダイス2でアップグレードしてそれを引きましょう。そうするとヒュージとか今回追加されたこのタイタニック、この辺のゲットのチャンスがあります。今回のイベントはね、無課金の方でも激アツのイベントとなっておりますので、このイベント頑張ってください。